待たせいたしました。時間になりましたので、ベルーガの不思議な魚の食べ方というイベントを始めていきたいと思います。どうぞ皆さんよろしくお願いいたします。ありがとうございます。さあ、さて早速ですが、このイベント、ベルーガたちが主役です。このベルーガという生き物、日本にはたくさん水族館がありますが、たった5つの水族館でしか見ることができないんです。そのため今日初めてベルーガたち見るよというお客様いらっしゃるかもしれませんが、今日ぜひベルーガたちの魅力をたくさん知ってもらえたらいいなと思います。さあ、そんなベルーガたち、現在名古屋港水族館では6頭飼育をしています。そして今回このイベントに参加をするのは3頭のベルーガたちです。1頭ずつこちらのガラス面に呼んでいきたいと思います。そしてこのベルーガたちなんですが、実際に野生では冷たい北の方のオーロラが見える地域で生活をしています。そのためこの体が真っ白なんですね。皆さん、ベルーガという名前の呼び方の他に呼び方があるのを知っていますか？そうです、白イルカと呼ばれています。この白イルカという名前、体の白さから付けられていると言われているんです。そしてそんなベルーガたち、体ずんぐりしていますよね。冷たい海で生活をしているので、体にはたくさんの脂肪が蓄えられているんです。分厚いところで厚さはなんと20センチにもなるそうです。さあ、それでは早速ベルーガたち、こちらに飲んでみたいと思います。まずはじめにここからやってくるのはメスのベルーガ、名前をグレイと言います。さあ、グレイがやってきてくれました。さあ、グレイこちらよ。そう、さあ、グレイ挨拶するよ。いけよ、皆さんこんにちは。さあ、バッチリですね。グレイとってもよく首を動いてます。そして横にも首を振ることができるんです。さあ、いやいやいやと言ってくるんですね。さあ、ベルーガたち、首がとっても柔らかいのが特徴的なんです。他のイルカ、クジラたちはここまで器用に首を動かすことはできないんです。それは首の骨がつながっているため、速く泳ぐための適応の結果だと言われています。さあ、グレイはメスのベルーガ、20歳の世間では20歳のベルーガでした。さあ、それではグレイありがとうございます。さあ、そして続いて登場するのは同じくメスのベルーガです。名前をナナと言います。さあ、ナナもやってきてくれました。さあ、ナナには口を開けてもらいたいと思います。じゃあ、いくよ。パン、そう、スクーってすると口元柔らかいんです。この口元の柔らかさが今回のイベントのポイントとなってきます。ぜひ皆さん、ベルーガたちの口元は柔らかいと覚えていてくださいね。さあ、それでは7戻ります。ありがとう。さあ、そして最後に登場するのはオスのベルーガです。名前をニコと言います。ニコはまだこちらのガラス面に来る練習をしているので、ちょっと来てくれるかどうかはわからないんですが、ちょっと今奥に泳いでいるのがニコです。ニコは推定年齢11歳のオスのベルーガなんです。さあ、ニコをもう一度送ってくれますか。さあ、今ここの横の映像、上のライブ映像なんです。さあ、ニコこっちだよ、来れるかな。ね、ジャンプ行ってしまいました。ちょっとニコこのまま来れるかな、無理みたいですね。さあ、ニコちょっとこっちに来ること無理そうですね。また後で機会があれば呼んでみたいと思います。さあ、そんなベルーガたちのイベントなんですが、魚の食べ方ということで、このベルーガたちが実際に食べている魚を今回持ってきてきました。さあ、そしてまず1種類目紹介していきたいと思います。まずはこの大きくてキラキラしたお魚です。これですね、名前はニシンと言います。ニシンはお腹に数の子が入っているんです。数の子、皆さんお正月に食べたりしますよね。ニシンはこんな姿をしているんです。
そして続いてはこれです。ちょっと小柄な川の茶色い魚です。これホッケと言います。スーパーの中でよくこれより大きいものが開きになったりして売っていますよね。油の乗って美味しいお魚です。そして最後はこの魚です。皆さん姿を見たことがあるのはなかなかないかもしれません。この名前イカナゴと言います。このイカナゴはですね、英語ではサンドイールと呼ばれているんです。これ日本語訳にすると砂のうなぎと呼ばれています。さあその砂のうなぎ一体どういうことなのかというと、別のボードを使って紹介していきたいと思います。さあそれではこちらのボードをご覧ください。さあ2頭のベルーガたち砂の中見ていますよね。ここには一体何がいるのかというと、じゃん、イカナゴです。砂のうなぎということはベルーガたち砂イカナゴたちは砂の中に隠れて生活をしているんです。このように砂の中に隠れることによってベルーガたちが他の敵から見つかりにくくなっています。さあそんなイカナゴ、ベルーガたちとっても大好きなので隠れているイカナゴを取りたいです。ですがこの砂の中に隠れたイカナゴ、ベルーガたちどのようにして野生では狩りをしているのかというのが今回のイベントの最大のポイントとなってきます。さあそれでは実際に砂を用いてイカナゴを持ってくるのは難しいので、実験装置を用いて紹介していきたいと思います。さあこの筒約70センチあります。この中にはイカナゴが20から30本ほど入っています。さあここにベルーガたちがやってきてイカナゴを食べてもらいたいと思います。さあそれではまずはマナがやってきてくれるようです。このようにベルーガたちこの筒の中に入ったイカナゴを食べてくれるのでしょうか。イカナゴが舞い上がってママが上手に食べていますよね。さあ皆さんどのようにして今ママがイカナゴを取っているか分かりますか。そうです、吸っているベルーガたち上手にイカナゴを吸い込んで食べているんです。ですがその前にもう一つベルーガたちやっていることがあるんです。ナナが何かをするとイカナゴが舞い上がります。一体何をしているのでしょうか。さあナナ上手に食べて帰っていてくれました。次はグレーを読んでもう一度ゆっくり見ていきたいと思います。グレーが来てすぐ口の動きに注目してみてください。さあハッハッとするとまたイカナゴが舞い上がっていますよね。ベルーガたちこれ息を吹きかけているんです。息を吹きかけることによってイカナゴが舞い上がって、そして口元に来たイカナゴを上手に吸い込んで食べていたんです。さあグレーも上手に食べていってくれました。さあベルーガたちはこのようにして器用な口元を使って狩りをしているんです。さあそれではここからはベルーガたちの口元を使った特技も見ていきたいと思います。まずはグレイにやってきてもらいましょう。ここから一体何をするのかというと、ベルーガたちにバブルリング、そしてエンジェルリングを作ってもらいたいと思います。さあグレイこっちだよ。さあそれではグレイに上からバブルリング作ってもらいたいと思います。さあ上から空気を吸ってふーっと。とっても綺麗なね、グレー。バッチリでした。こっちでもいけるかな。じゃあいくよ。はい。空気を吸って、ふーっと。また上手に作ってみせてくれました。グレーとっても良かったよ。さあ、そして最後はこっちでもやっていきましょう。はい。もう一度吸って吸って、はい。とても上手ですね、グレイ。バッチリでした。ありがとう。さあ、そして正面でもいけるかな？はい。とてもきなリングできました。グレイ、ありがとう。グレイ戻ります。
を作っていってもらいたいと思います。さあ、ママもこっちにやってきてくれました。そのことだよ。そうそうそう、ママいくよ。皆さん頭の上に注目してみてください。ちょっと気にしまいました。お、はい、お、とっても綺麗なリングできましたね。ママは名古屋港水族館で一番リング綺麗にすることできるんです。こちらで、はい、とっても綺麗でした。ママありがとう。一回空気吸ってこようか。さあ、グリーン、ママありがとう、いくよ。最後にもう一回いきます。せーの、ドン。おー、大きなできています、ね。さあ、それでは皆さんいかがでしたでしょうか。ベルーガたち、このようにして器用な口元を使って狩りをしています。そしてこの口元を使って上手にリングを使ったり、頭の上の鼻の穴からリングを作ってくれたりしているんですね。とても面白い生き物です。さあ、それでは皆さんいかがでしたでしょうか。最後までご覧いただきまして誠にありがとうございました。この後も名古屋港水族館では様々なイベントが用意しております。こちらも合わせてお楽しみください。ありがとうございました。それでは皆さん